インドネシアのカワイジェン火山は普通の溶岩を噴き出している火山とは違います。この奇妙な火山は他の火山のように黒い煙と赤い溶岩を噴き出す代わりに青い炎と電気を帯びた青い溶岩を噴き出します。この現象はこの火山が世界中で最も高いレベルの硫黄を含んでいるのが原因で起こります。硫酸ガスは灼熱の空気と相互作用を引き起こすことにより溶岩に照らされると青く見えるのです。ですが残念ながらこの魅惑的な光景が見られるのは夜間だけ。匂いは一日中消えません。ちなみにこのクレーターの中には世界中で最も強力な酸性湖が隠されているんですよ。視界は厳密に言えば湖ですが、海に比べてかなり高濃度な塩分とミネラルが含まれています。泳ぐことはほとんど不可能ですが、人々は体に良い天然化学物質が含まれていることを知っているのでこの場所を訪れます。それに水面に浮かんでいるだけでかなりリラックスできるんです。この古代からの水域は海の 9.6 倍の塩分を含んでおり、肉眼で見える生物が生息できないためそのように名付けられました。高濃度の塩の中で生き残れるバクテリアや菌類はほんのわずかしかいません。さらに海抜マイナス427メートルという地球上の陸地で最も低い標高に位置しているんです。メキシコのある地域の地下には青函世界のような水晶の洞窟が広がっています。地表から約300メートルの地下にあり、柱の長さは最大11メートル。その中には重さが最大55トンになるものも。これらの水晶は世界でも有数の大きさを誇っています。ラスケンタイヤビーチでは白い砂浜と紺碧の水が無限に続いているように見えます。思わずこのトロピカルな雰囲気に惑わされてしまいそうですが、実際にそれが存在する場所はスコットランド。そのためこのような景色が楽しめるのは5月と6月だけ。12月には1日平均1時間しか日光が当たらないので、モノクロでよりドラマチックに見えます。ジョージアガイドストーンでは巨大な石が星形に並べられており、ヒンディー語、中国語、スワヒリ語などを含む8カ国語による碑文が記されています。完成したのは1980年で、数世紀にもわたって作成された天文歴が刻まれていますが、誰が作ったのか、また作られた理由は何なのかということは謎のままなんです。カリフォルニア州にはジャイアントフォレストのあるセコイア国立公園があります。これらの木々の樹齢は数千年だと言われています。この地域には8000本以上の巨大な樹木があり、そのうちの10本は現在生きている世界最大級の植物。シャーマン将軍の木は樹齢2700年と推定されていて、世界最大の体積を持つ生きた木として認定されています。かの有名なイースター島のモアイは何百年も前から存在していますが、作られた理由が正確には分かっていません。一部の科学者たちは地元の人々が彫像を作ることにより土壌が肥沃になると信じていたと説いています。付近の土壌を分析したところ、島で農業をするのに最も適した場所だったので、モアイがそのために作られたと考えられているようです。トルコにある古代温泉の化学成分は注がれる水を魔法のように見せる効果があり、体だけでなく心も浄化されるということです。サウジアラビアには真ん中からスライスされたように見える岩が平行に並んでいます。アルナスラがユニークなのは、これが人間の手によって作られたものではなく、長年にわたる自然によるものだということ。この氷河は南極大陸の真ん中に大量の赤いペンキを落とされたように見えるかもしれませんが、実際には自然にできた色。血の滝は極度に濃い塩水と酸化鉄が混ざり合うことにより発生し、真っ白で何もない世界の中で不気味な雰囲気を醸し出しています。2018年5月初旬、アメリカのニューイングランド地方では近代史上最も恐ろしく危険な現象である超長距離竜巻が観測されました。ニューハンプシャー州チャールズトンの付近で発生した後、メリマック郡のウェブスターの町へ向かったのです。この竜巻は約58キロを33分間で移動し、ニューイングランド地方で3番目の長さの竜巻となりました。フィリピンでは
透き通った海で泳いだり、パラワン州で水中の世界を発見することができます。コロン島の自治体には白い砂浜があり、小さなボートに乗って多くの素晴らしい景色を眺めることができるんです。トリスタン・ダクーニャは大西洋の小さな火山群で、近隣都市はアルゼンチンのブエノスアイレスと南アフリカのケープタウン。このユニークな場所を訪れるには船で7日間かかります。世界の他の地域から脱出して現地の280人の人々と一緒に生活していると、全てのものから離れたような気分になるんだとか。2018年1月の1週目にアメリカ北東部を襲った異常な寒波は、マサチューセッツ州ノースファルマス郡に面する大西洋の水を凍らせてしまいました。さらに海が完全に凍ったことで、人々は波の上を歩くことができたのです。中国の天津に観光客が集まるのは、ビーチをユニークに見せる赤い砂が理由。海水の中にスエダサルサと呼ばれる赤い植物が生息しているため、ビーチ全体が赤い色で覆われていて、透明なのは水面だけなのです。重力に逆らっている場所があるとしたら、それはアルゼンチンのダバスコの岩でしょう。ここでは崖っぷちにある不安定な300トンの巨大な岩が風によって左右に少し揺れていたんです。人々が下にガラス瓶を置いてチェックすると、岩の動きによって割れてしまったということ。残念ながら今日では1世紀前とは異なり、この自然の脅威を目撃することはできません。1912年に岩は文字通り何百年もの間乗っていた場所から突然落下してしまったのです。近郊のタンディルの町の人々はこの出来事に悲しみ、95年後の2007年に岩を復元することに決定。自分たちでプラスチック製の岩のレプリカを作り、同じ場所の同じ位置に置いたのです。そのため今でもタンディルに訪れると有名な岩を見ることができます。すぐに発見できるものの、重量が9トンしかないため揺れることはなく、シンボルとしての役割を果たしているのです。ソコトラ島はインド洋のイエメン沖にあるエキゾチックな島で、流血樹と呼ばれるユニークな木が生えています。この木はこの島でしか見られない珍しいもので、2008年に世界遺産に登録されました。灼熱の空気柱を見ても世界の終わりではないので、慌てる必要はありませんよ。これは旋風の音と灼熱の炎の不気味な組み合わせである火災旋風によるもの。この危険な現象は主に山火事の最中に発生します。火災によって地上の近くの空気の温度が上昇し、その灼熱の空気が高い場所にある冷たい空気に触れることにより、燃える瓦礫や炎の混ざった旋風を発生させるのです。強力な火災旋風の中には数十メートルの高さに及ぶものもあるようです。アメリカのオレゴン州ゴールドヒルにあるハウス・オブ・ミステリーは、重力を無視した効果により訪問者をびっくりさせるんです。ここではまっすぐに立つことはできないので、常に寄りかかってバランスを取るために何かを握っていなければなりません。この小屋の中ではボールが上向きに転がったり、部屋の中にある他のものとは違って、どこに置いても完全に静止しているほうきなどが見られます。地元のネイティブアメリカンの部族は、家が建設される前からこの場所を禁断の地と呼んでおり、近づかなかったと言われています。ですがこの小屋の所有者はそれをアトラクションにすることを思いつき、大成功したのです。怪しい雰囲気を作り出し、それに関するニュースを新聞やネット上で拡散したので、かなり話題になりました。実際好奇心をかきたてるために、目や他の感覚を混乱させる錯覚画像を多用しています。フィリピンやインドネシアやパプアニューギニアに旅行すれば、世界で最も珍しくカラフルな木々を見ることができるかもしれませんよ。レインボーユーカリの幹はオレンジ、緑、赤、紫、黄色、茶色、青などに塗られているように見えるんです。中にはかなり派手な色の木もあるので、人間によって手が加えられているように見えることも。レインボーユーカリの樹皮は定期的に剥がれ、その下には明るい緑色の層が現れます。その後緑の層の色が徐々に変化しますが、幹は部分によって変化するペースが異なるので、非常に多彩で魅力的に見えるのです。イエメンには世界最古の高層ビルと最古の大都市があります。
砂漠に泥の建物が建設されているところから、古代都市シバームは砂漠のマンハッタンと呼ばれています。昔はキャラバンの停留所としても利用されていたそうです。